よ、うおー、すげー。皆さんこんにちは、住所レゴブルドひろげだ。今回紹介するレゴはこちら。よっ、殺しちゃった。はい、こちらレゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、ついにこちらのレゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターを組み立てる時がやってまいりました。ちなみにこちらのレゴクリエイターは今年の5月にヤフーショッピングで買いました。なんか聞くところによるとこちらのローラーコースターは絶版になるみたいなので早めに買っておいてよかったです。個人的にはあとはレゴアイディアのボルトロ、これが欲しいです。こちらのローラーコースターのピース数は全部で4124個もあります。いや、もうめちゃくちゃパーツあります。ちなみに僕が今まで買ってきたレゴの中で一番ピース数が多いです。ちなみにこれがどれだけでかいかというと、普通のミニフィグと並べるとこんな感じです。これはもう比べ物にならないですね。レゴマリオと比較するとこんな感じです。レゴマリオでも比べ物にならないですね。最後は師匠と比較するとこんな感じです。当たり前なんですけど、今回のレゴクリエイターエキスパートの箱めちゃめちゃでかいです。これ箱の時点でめちゃくちゃ組み立てるのが楽しみです。ちなみに出来上がりのサイズはこのようになってます。全長88センチと高さ51センチ。さすがピース数4000もあるのでこれはめちゃくちゃでかいです。箱の後ろはこのようになってます。組み立てるのすごい大変なんですけど、これを組み立てた後の達成感はめちゃくちゃすごいと思います。そうそう、今回のローラーコースターは別売りのパワーファンクションがあれば全自動化します。ただ僕はパワーファンクション持ってないんですけど、ネットの情報によればレゴブーストでも動かせれるので、今回はレゴブーストで動かしたいと思います。はい、それでは開けましょう。よいしょ、これ結構重たい。では行きます。せーの、よっと。あ、もう一個あった。せーの、よっ。うおー、すげー。うわ、こんなに入ってるんだ。うわ、ちょっと待って。中に白い箱が入ってる。これ4万もするので大事に1個ずつ取ります。まずこれがレールですね。うわ、すげはい、箱からパーツを取り出したんですけど、めちゃめちゃある。で、さらに一番びっくりしたのが箱の中に白い箱が入ってる。この白い箱を開けてみます。ここから開けるんだ。おお、せーの、よっ。おお、すごっ。なにこれ、説明書超分厚い。すごっ。よかった、ちゃんとシールのシートが中に入ってる。これ本当ありがたい。説明書以外にレゴがめちゃくちゃ入ってます。これ完全に1個のレゴだやべえな、これ。じゃあ2個目の箱も開けます。うわ、めっちゃパンパンにレゴが入ってます。はい、2つ目の箱に入ってたレゴ全部出したんですけど、いや、これもやばい。で、しかもびっくりしたのが、この4番のこの袋の中に入ってるパーツ全部同じパーツなんですよね。なんかレゴ社から同じパーツ全部取り寄せたみたいな感じになってる。ほう、これがレゴクリエイターエキスパートローラーコースターなのか。はい、改めまして、箱の中にはパーツが入った袋が合計47個と、説明書が2冊とシールドシートが1枚です。今まで僕が組み立てたレゴの中で一番パーツが入った袋多かったのって確か15、6個だった気がするな。いや、すごい。ちなみに僕が一昨年にレゴクリエイターエキスパートのジンジャーブレッドハウス買ったんですけど、あれ3個分ですね。いや、もうやばすぎるわ、これ。いつもだったら袋から全部出して組み立てるんですけど、今回これ袋全部出したらめちゃくちゃ混乱になるので、今回は袋出しながら組もうと思います。ちなみに僕の知り合いのレゴラジさんはこれ組み立てるのに12、3時間かかったそうなので、僕は生配信じゃないので多分15、6時間は多分かかりそういや、これ組み立てるのめちゃめちゃ大変だなはい、それではレゴクリエイターエキスパート絶叫ローラーコースターを組み立てます。
はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。